鳩山総理大臣は週末を利用した地方視察で山梨県の甲府市を訪れ、大学生らとも意見交換をしました。就職すればいいみたいな話のその境目で本当は真剣に考える時が必要だと思うんだよね。俺は何なんだと、これからどう生ければいいんだみたいなことをですね、一回立ち止まって考えることは非常にいいことだなと。地域での活動をしている大学生と懇談した鳩山総理は、自分が学生の頃は学生運動が盛んで研究することができず、勉強とは何か考えたなどと振り返りながら語りました。学生からはワイン作りが盛んな地元のブドウの搾りかすで染めたネクタイを贈られ、地域に根ざした活動は素晴らしいと学生にエールを送っていました。これに先立って鳩山総理は新エネルギーの開発に取り組んでいる山梨大学の研究センターを訪れたほか、山梨県の地場産業センターではワインを試飲して購入するなどして駆け足で視察を終えました。